はい、こんにちは、人造です。皆さんはね、この水の猫流とか水と闇の気候流とか水の千部流に着目したことないですか？俺は結構あるんですけど、結構この上にさ、上がね、まあモンハンとかやってて、ハロウィンコロシアムとかやっているんですけど、この結構下に76マス千部流、気候流、のりたけ、木梨あるんで、結構ね、このなんで今これを話してるかって言いますと、千部流これ S ランク取るとなんかニジピーもらえるんですよね。でこれは簡単に声ガラガラになってきた。でこれであの S ランク取ると簡単にニジピーゲットできます。ニジピーでキングダイヤとかいっぱい取れるんで、これが毎日というか、あと6日とかになってるんですけど、これをやっておくといた方がいいですよっていう感じですね。センブリューだとまあこれこんな感じでいけるんですよ。これちょっと見ててほしいんですけど、これで5ゲッシュするだけ。これで、まあ俺今ちょっとこれあれ S ランク取ってないから、ちょっとまあ報酬とか見せれる、画面見せれると思うんですけど、これで、まあ、こんな感じで5ゲッシュするだけで、あと落ち込んでしまったらにすれば結構ね、まあ、簡単にいけちゃうんで、これウェイトかけてもいいな、別にウェイトかけちゃっても、まあ、簡単に確実で結構簡単にいけちゃうんで、こんな感じで、はい、これで結構倒していけるんだ。割としね、簡単に倒していけるんですよ。で、はーい、これで、まあ、5ゲッシュして、まあ、こういう時もあるぶっちゃけこういう時もあるけど、まあ、全然なんか火とか火とか含ませながら5ゲッシュすれば倒せるから。で、選手来るんですけど、これもなんか40とかにしておけば、割としね、これとか、こんな5ゲッシュションクネバー倒したりもするんで、これでなんとね、見ててみんな S ランク取れるんだ。簡単にめっちゃ S ランク取れて、で、これでまあ報酬がなんとこんだけね。いや、うまくないっすかこれ。結構うまくない？三神麺、ダイヤドラゴンフルーツ、ニジピー、ゲングダイエットラゴンとか結構4つ落ちるんで、豪華素材が落ちる、ゲットできるんで、やっておいた方がいいですねっていう話ですね。でまあこれと同様に、このパーティーで普通にまあ何でしょう、角土が本体いればいい、マシンキラーとかもいらんし、超覚醒もいらんし、本体がいればいいのかなと思ってる。リダフレでいればいいなと思ってます。で落ち込んだしバッチじゃなくても別にいいかな。でこんな感じでまあ気候流とかクリアすれば S ランク取れるんで、みんなやってみてほしいな。これちょっと結構知らない方がいると思ったんで、ちょっと今日動画にしてみました。よし、終わりましょう。もしよければチャンネル登録、高評価、お願いします。